帽子かぶってる。それでは夜のシャボン玉やりたいと思います。一応ですね、メンバー紹介とかいろいろやっていきたいと思うんですけども、夜のシャボン玉、怪しい名前ですか？お子さんはなるべく見ないようにしてください。刺激が強いので保護者はみんな手を隠してください。それで、その前に、しつこく言いますが、今日1日だけしかできないんですよ。本当は2日間やりたかったのに、ということで、これは主催者からのミスで、こんなことがあっていいんでしょうか。プリプリプリ思ってます。で、そういうことなんですが、いろいろね、皆様に愛を提供したいと思います。浸透しちゃったわ。怖い。思った。じゃあメンバー紹介をちょっと、今回の音楽担当、前回もやっていただいたんですけど、CTO ラボ3人です。はい、よろしくお願いします。岡田さんは、今度11月23日ソロリリース、勝手でみんな勝手で、CTO ラボに出そうです。それと、こういう青いスーツ、バブルスーツと私たちは呼んでますが、横浜美術大学の学生です。アンド卒業生も多々。そして私、隊長の T です。T です。もう嫌がっていいですか。横浜美術大学ですよ。あ、こんなサンドイッチが余計なこと。負けないです。はい、早くやれと。はい、すみません。楽しい、美しい夜をお過ごしください。皆様のハートをもぐして、マッサージして、柔らかく。はい、はい、では、スタートお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも。あと30分後またやりますね。